ロシアのウクライナへの侵攻に反対する在日ウクライナ人らの抗議集会が渋谷駅近くで開かれ、ハチ公前広場には数えきれないほどの参加者らが集まっています。渋谷駅ハチ公前広場では黄色と水色のウクライナ国旗がはためく中、大勢の人が集まってきています。駅前の一角はほとんど参加者らで埋め尽くされています。日本人の参加者も多く、ウクライナに平和を、ウクライナに手を出すななどと書かれたボードを掲示する人もいます。これは在日ウクライナ人らが主催するロシアに対する抗議集会で午後1時に始まりました。今回のロシアによる侵攻について、力による一方的な現状変更であり取りやめるよう平和的抗議を行うなどとしています。また日本政府に対して強力な経済制裁措置やウクライナに対する軍事、人道、金融支援を求めるとしています。